今ご覧いただいてますのは、うちの正面玄関から東側、太平洋側を望んでおります。ターンしまして、こちらが当美術館の正門になっております。阿吽の巨石石組みがありまして、その周辺に私が石垣を重ねてまいりました。ご覧いただいてですね、この巨石の下の石垣、目詰めをしております。この目詰めがですね、大変グレードを上げるんですね。グレードというのは何かと言いますと、石の魅力も空間の魅力もアップすると。これに対しまして、まだ目詰めが行われていない部分については比較していかがでしょうか。目止め、もしくは目詰めと言いますけれども、石の隙間をおおよそ粘土質、モルタル入りの粘土でもって固めて、これが刻々とね、季節を経るごとに陰影、つまりこの目地にですね、地衣類、苔、そういったものがですね、石の花、石にはですね、花が咲くんですね。石の花はですね、少し咲いてるのありますか、これですか、こういったように表面に微生物のコロニーができて、これを私石の花と言ってますけれども、これがやっぱり一つ見どころなんですね。石の何を見るんだと、大きさや形ではなく、私はこの全体の雰囲気の中のこの石の花、ここにですね、歴史、悠久、縄文からのですね、長い、連なり、人間の歴史ですよね。ですから無量寿と無量光、つまり宇宙の摂理をここに感じて、それの消化としての花、少し難しくなりますけどもね、それを荘厳すると、そのための額縁効果がですね、この目詰めによって石垣全体になされるので、完成度が違うということなんですよ。つまり一夜の城というような、戦いのための、戦のためのにわか作り、または堅牢こそというものと違ってですね、身の中に仏の教え、仏を見出すと、そのためのしつらえであるということが庭のですね、第一義なわけですよね。今も少し触れましたけども、目的と、そして、足元、つまり現状どうなっているか、これをですね、目的につなげていかなきゃいけないというのは現実から未来まで。で、今日のテーマはですね、この現実を作るまで、石垣を組むまでに、その土地のですね、意味合いがあるんだと。つまりここはですね、入り口であって、阿吽の石があって、その下に土壇といいましょうか、石壇といいましょうか、石垣による台があって、その上に御影石があると。御影石は我々陶芸家のですね、母岩でありましてね、母なる石が山で自然の形で取れたもの。あという丸は広がっていく、運という縦の細いものはしぼまっていくと、これで表しているわけですよね。宇宙の始まりと終わりね、神社と言いましょうか、狛犬などもそうですしね、やっぱり仏教寺院などの三門にもですね、こういった思想が用いられていると。